やほこんにちは、さいこです。東京でボーカルコーチやっております。レッスンのお申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はにじゅうちゃんの Believe ですね。こちらの楽曲皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。はい、でパート分けですね、出してくださってる方いらっしゃったのでそちらを見ながらね、やっていこうかなというふうに思います。神の塔、タワーオブゴッド、王子の帰還、エンディングテーマというふうに書かれているんですけれども、月津先輩に引き続いてエンディングテーマを担当されているっていう感じみたいなんですけれども、まあだからかっこいい系だよねっていうね、はい、そういう感じの楽曲になっていると思います。私もちらっと聞いたんですけど、結構ねあのメロディーラインとかも綺麗で好きだったので、ちょっとねご紹介できるのを楽しみにしておりました。大変遅れてしまったんですけれども、早速聞いていきたいと思います。ちょっとさ、もうわかる。このなんかイントロのエモさもうすでに好きだわけ、この感じがね。いう感じで、まず英語がとても綺麗ですね、リクちゃん。はい。で、あと、セーフ、少し下に落ちていくようなニュアンスっていうのが出てきます。特に、明るい曲とかってなってくると、上にこう、キュッと上がるような音が多いと思うんですけど、やっぱりこういうね、アクション系のアニメなのかな？そう、戦い系っていうのもあって、結構こう、なんていうのかな、いかつい仕上がりにしたいっていうのが、やっぱこの語尾のこのバイブス感ですぐ伝わってきますよね。はい。少しこう、落ちるようなニュアンスっていうのが、非常にわかりやすく聞こえてくる。そして、駆け上がってけーの、わかる？この、けの投げ方。うん、ここら辺の振る舞いっていうところも、すごくこう、力強くて、かっこいい仕上がりになってるんじゃないかな。これ道なきの実の音どうだろう、潰してる、潰してるね。何度も吐いて挑むのさ、落としていく。はい、こういうニュアンス、語尾の音でも聞こえてきます。このミヒちゃんすごい新鮮じゃない？なんか低いあの音を歌ってるっていうのもあるし、ちょっと息っぽい感じでこの低いトーンが聞こえてくるんですよね。口角も全然上がってないというか、ちょっとなんていうのかな、真剣な眼差しっていうか、なんかこうぐっと目の奥に力が入ってるような感じ。そういう風にしながら少しこう下の方で歌っていくっていう、このバイブス感めちゃくちゃかっこいいよね。レーター、レーターとかは結構こう切るように歌ってるんじゃないかな。意味とって感じで、意味のいい入りはエッジボイス、そして意味と終わりもエッジボイスっていう感じ、サンドイッチしてますね。こういう風に、後ろの音っていうのは切っていくようなニュアンスですね。吐きながら切っていく。まゆかちゃん、いいパートだね、これ。綺麗なメロディー歌われて。それで言うと、この流れで、みひちゃんが低い方を担当してるってのも、すごい面白いな、なんか、この、何？歌ってる人の流れ。みひちゃん、高い方じゃなくて、あえて低い方に持ってきてる。結構、イメージで言うとさ、まゆかちゃんの方が、私はこう、かっこいい系のイメージって、すぐまゆかちゃんにあるんですけど、そうそう、逆にみひちゃんがそのかっこいいをやってるっていうところがね、すごいいいですよね。このはいつくばってのはいですね。うん、ここでちょっとぐっと力が入るのを聞こえてくる。ちょっと息をはいつくばって、こういう風に息を出しながら歌っていくのが伝わってきますね。はいつくばってって、こんななんかスローな、入りではなくて、はいつくばって、勢いではいって出しちゃう、このバイブス感っていうのが聞こえてくるんじゃないかな。
いてとかながららの音ですね。後ろの1文字ずつ、後ろのこの手とからの音、ここで上から下に落ちる動きが出てきたり、アクセントっていうのも分かりやすく立ってるので、このあたりはね、こう皆さんが歌う時にも彼女のアクセント、光見上げのこのかとかあのところですね、こういうところもしっかり拾えるといいかもしれないですね。素晴らしいですね。リマオジョンもね、すごくかっこいいのは奮い立つのフの入りですね。わかる？奮い、結構フッという風に吹きかけてるんですよね。そう、このなんていうのかな、テンション感、力がグッと入るようなテンション感、これがこうメンタル的な、なんていうのかな、アニメの歌ですよね。そうだから、そのアニメのメンタリティとか、主人公とかキャラクターたちがこう持っているテンション感っていうのがここにこう降りてきてるような感じが皆さんにも分かるんじゃないかな。少しこう力が入ってるような感じというかね、グッとこう踏ん張るような、あのそういうようなニュアンスっていうのが歌の中にもしっかり入ってますね。で、他にもね、まためちゃくちゃかっこいい、動きがあって、プライド、どの音ですね、このあたりとか、加速する、ここら辺の加速って潰す感じね、これめちゃくちゃかっこいいですよね。この感じとか、スピードどの音、上から取るような動きですね。非常に大きく入れてくれているので、そのあたりだいぶいかつく聞こえてるんじゃないかなと思いますね。あ、いいですね、ここもね。マヤ姉さんのファーアウェイ、このファラウェイじゃなくてファーアウェイみたいな感じですね。はい、ここの R は A とはくっつかないような、あのニュアンスになってるのかな。ファーアっていう風にアが独立して、こうエッジボイスが聞こえてくるのが、皆さんにも伝わると思います。で、ファーアウェイ、こういう感じで、そのアの音ですね、エッジボイスが聞こえてくるよって言ったんですけど、そこでなんなら揺らしてますね。ファーアウェイ、こういう感じで、はい、非常に細かなニュアンスが入ってますね。そしてこのマヤ姉さんの後ろでね、歌うあやかちゃんとリオちゃん、彼女たちの素直な音っていうのが聞こえてきて、飾り気のないそのまままっすぐな音が聞こえてきて、非常にここら辺聞き心地も良ければ、楽曲に対するフィット感、まっすぐ届いてくる感じとか、まっすぐこうなんていうのかな、意思が伝わってくる感じ、そういうのがしっかりこう音に乗ってて、結構フィット感が強いパートですね。ここ気持ちいいんじゃないかな。どこまで行けば、かの音、リオちゃんはここを上から落としてから、もう一個、メロディを下に落とすという動きが出てきますね。その向こうは誰も知らない、誰もってこのあって吐く音、すごく激しく入ってるんじゃないかなと思うし、その向こうを、その向こう N が入ってるのが皆さんも聞こえますかね。その向こうは誰も、誰もとか、もう結構この破裂系の音っていうのはしっかり作ってると思います。やっぱり毛のこの押し出し方、すごく力強さがあって、このアニメがどういうアニメなのかみたいなことをすごくこう象徴するような歌い方になってるんじゃないかな。とても力強いですね。すごいね。道なき道を、このあたりの、ここのニナちゃんちょっとやばいな。いや、こんな気合入るかっていうぐらい入れてるね。マジで意志しかないって感じ。意志を持って歌ってるしかなくない、ここみたいな。強い。こんな感じになってるかな。上から取る音取りが2つ出てくるのと、信じぬけ、ここは揺らしてますね。ぬの音、信じぬ、こういう風に揺らしてます。可能性を、こんな感じになってるのかな。可能性をじゃなくて、可能性をっていう感じですね。で、語尾の投げ方、おーという風に下に落ちていきます。あるからのあはもう H が入ります。裏声に行くので H が入った状態で、はあ、ここ出しながら、そのまま次しゃくりながら地声に入ります。はあ、
こういう感じです。ルノーとしゃくりながら地声に入ってそのまま後ろにつながっていくような動きで、絶対守りたい何かがあるから、ちょっとここもう一回聞いてみようかな。このタッ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 て、後ろのねビートに合わせたような語尾の切り方の処理ですね。 yourself とか絶対のこの後ろですね、すごく、彼女はそこに合わせて切ってますね。でここ注目なのは守りたいのりですね。守りたいっていう風にりの音をしゃくってるように聞こえると思います。上から下に落とし挑むのさ、ここも上から下に落とすんですけども、落とし方は違うんですよね。何度もの、もの音に関してはもーっていうここの音に対して一個外れたところからもーもーっていう風に落としていくんですけど、挑むのさに関してはさーっていうメロディーに対してその後ろさー下に落としていくっていうこのニュアンスですね。下にベクトルは向いてるんですけれども落とし方が違ってきますよっていうところ、このあたりキャッチできるととてもいいと思います。いやーここ見しちゃう、良さがあるって結構切りながら行く感じなんですけれども、この低いミヒちゃん結構私やばいかも。結構好きどころじゃないんだよね、ぶっちゃけ。だいぶ好きすぎる。ちょっとこのミヒちゃん可能性やばい、マジで。はい、ここら辺上から下に落とすニュアンスっていうのが、まあ、お尻の言葉に、3箇所かな。今連続で出てきてましたね。で、その前にちょっと胸に隠し、立ち向かう聞きたいんだけど。ムンヌンニー、跳ねてるんですよね。ムンヌンニー、ドゥンドゥンドゥンってこうやって跳ねてる。この胸にのところと、隠したちっていう風に、他の音ですね、少し潰しているようなニュアンスも出てきます。さあ、この後ろの語尾、ですね、3箇所、上から下に落とす動き出てきます。1個目。3個目ということですね。向かう勇気を盾に、こういう感じですね。3箇所、連続で出てきましたね。心の善と悪が、がの音ですね。上から取ります。心の善と、この善の音結構アクセント強めに入ってるのは、何かこうキャラクターの気持ちがこう入り込んでいる証拠なのかな。なんかとても印象的ですね。ちょっとリマちゃんになるとね、日本語のバイブスがね、ちょっと変わるんですよね。はあ、ちょっと英語っぽくなるんですよね。前兆はみたいな、わかる？前兆はすごく Z の音とか、トアの T の音ですね。兆はちょっと強調されたニュアンスになりますよね。少し他のメンバーたちが使っている日本語とは違う発音がここで出てくるのは、すごくこうリマちゃんというキャラクターがすごくわかりやすく出る瞬間だなというか、面白いですよねこのあたりね。前兆は揺らしながら野心、ここの野心の矢の音潰すようなニュアンス、ここら辺の音の動きも非常に多くて綺麗。すごいね、悪がマジで悪だね。悪とはもうさすがに悪なんだよね。リマちゃんすごいね。悪とは疑心みたいな感じになってるのかな。はい、エッジボイスがこう続いてますけれども、特にこの悪のところはねちっこさなんかがもう異常なぐらいに出てきてるというか、あえてそこをこう演出するように彼女も作ってますね。ちょっとマヤ姉さんがねやばいんだよね。結構テンション感がなんていうのかな、ちょっとさこう怒りのベクトルみたいなのを感じるんですよね、声の強さ暗さに。Cry って、わかりますか、この吐き方。これね、さっきのねマヤ姉さんのパートもあったんで、ファラウェイか、ここちょっともう一回吐き方見たいんですけど、ウェイ、ちょっと
と暗めな胃の音に落としてるの分かりますかね。そう、これ暗いも、ここの暗いもね、結構暗めのトーンで。この胃のこの感じだよね。なんかすごい冷たい目で言われてるような感覚っていうか、マヨネーズさんのこの表情が見える歌い方。またこう、そうですね、リオちゃん同じ動きですね。上から下に取るような動き、こういうなんかあやかちゃんとかリオちゃんみたいな声がちょっと可愛いタイプの子たちって、こういうかっこいい楽曲のそのコンセプトが来た時に結構消化がね難しいんじゃないかなっていう風に、あの本人たちがねどういう風に歌うのかってすごく難しいんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりすごくね上手に消化されてるなっていう風に感じていて、このあたり結構難しかったんじゃないかなとは思うんですけど、素晴らしいですよね。いや、この尾の太さやばいでしょ、普通に。めっちゃ力強いじゃん。どうしちゃうねえ、マヨネーズさん、どうしちゃうの？ストーリーボーって、この尾の入れ方も強いし、その前のさ、いつの日かストーリーって、ここが好き。ここも好き。うん、なんかもうすごいね、パワフル。ここでまこちゃん、やっとまこちゃん来たね。なんかあんまりまこちゃん今回歌ってない？彼女もどちらかというとひまわり体質っていうかね、すごく明るい音を持ってるメンバーでもあるので、元気出してこうみたいなさ、そういう曲はもうなんかバカほどに強いと思うんですけど、そうそう、こういうダークなコンセプトになった時には彼女ももしかしたら苦労した一人かもしれないね。ちょっともう一回聞いてみていいかな。これめっちゃ好きじゃない？なんかちっちゃなツを感じますよね。このあたりのこのアタックの強さみたいなのがすごく力強くて、 What is the answer? 答えは何？と分からぬまま走り続けてなので、そう、分からないままでもこのがむしゃらに走ってるみたいな、そういう力強さやっぱり歌から感じますよね。まあってちょっと後ろであーっていう風な音が入ってるんだけど、基本少しやっぱり明るめかな、音としては。まこちゃんらしい音で、あのこの楽曲っていうのを表現してるのが分かりますね。Don't look back, don't look back、 ここも上から撮ったり、ひたすらにこの辺りの跳ね感っていうのもやっぱりあのたくさん入ってますね。突き進み、最後みーっていう風に音を1個落としてるのも皆さんにも聞こえるんじゃないかな。強い、非常に強い。ないから、ここなんかすごい柔らかくなるね。裏声、ちょっと裏声の質感に近づくのかな、これ抜き切ってない気はするんだけど、裏声にどうだろう。ちょっともう一回聞いてみようかなと思うんですけど、もう一回聞くときになんですけど、この What is the answer? っていう風に言ってるところ、まこちゃんのなんていうの、響きのトーンからニナちゃんのこの英語のトーンになったときにちょっと深くなるんですよね。ここの差が結構気持ちいいので、よかったら聞いてみてほしいんですけど。あのちょっと息をね、なあいえからって、今私があって入れたところですね、ここで息を吐いてるんですけど、音の捉え方もまた柔らかかったり、バランス感もちょっと絶妙なんだよね。めっちゃ薄い裏声のところに行ってるわけじゃなくて、なあってこれぐらいになってる気がする、バランスとしては。そう、本人どういう体感かはちょっと分かんないんだけど、そう、このあたりの、ね、声の質感、そして音取り、音の捉え方がまずちょっと柔らかいし、そうで、あとはこの息を吐いていくこのニュアンス、ちょっとこう切なく感じる部分ですね、このあたりね。面白いね、ニナちゃんね、英語喋るときはね、共鳴句の使い方が変わるんですよね。ちょっと深くなるんだよね、彼女ね。信じたその先へって言ってるところと We're going って言ってるところって多分ピッチそんな変わってないはずなんですけど、We're going、すごい下に落ちますよね、これね、面白い。待って、まこちゃんめっちゃかっこいいんですけど。
え、ダークマコなんだけど。傷つけない、なんか傷上から取ったり跳ねてるね。つけないここドンと跳ねますね。え、特にだけどね、この誰も傷つけない、誰も裏切らない、ここのダークマコがやばい。で、そんな世界とかで多分ちょっと明るくなっていくのかな。なんか希望が出てくるね、このあたりね。あの母音的にも希望が出てくるね。明るい印象になってくる。かっこいいね。このデモのでまず潰してますね。音潰してるのと、定めを、ここ定めのさ、しゃくってからの目を上から落としますね。戦うよ。なんかこれ面白いね。ここすごいなんか雰囲気あるんだけど。一回しゃくります。うーよー、要は上から下に落とす動き。命の限り、こういう風にタララって落ちますね。ここね、細かい音取り。リクちゃんはね、強いよね。こういう曲のサビはね、リクちゃんは強いよ。だからこっち系マジで、いや、あの明るい曲でもね素敵なんですけど、とりわけまたこういう意志の強い系とか何か目指すものがある系の曲っていうのはやっぱね、このまっすぐ突き刺すような太い音っていうか、マジでなんかキーンってしないじゃないですか、リクちゃんの音って。そうそう、なんか突き刺すっていうか、なんかね、なんだろう、突き破る。そうなんで、ね、そのまま太いまま声が伸びていくんですね。このなんかこう爽快さというか気持ちよさみたいなね。信じぬけ、ここら辺の信じ、この羽感とかも結構好きなんだよね。信じぬけ、こういう感じの。抜いてると思います。挑むのさ、このあたりもね、パワー変わるよね。強い。この曲のコンセプトにしっかり合った歌い方、すごいよく聞こえてくる。ちょっと待ってね。っていう感じでさ、2の後2ってなんか抜いてないですかね、これ。どうかな、抜いてるように聞こえるんだけど。2で切られるみたいな、このなんか語尾の終わり面白いね。P まで至ってない感じ、道は途中ってこと。そういう意味ちょっとわかんないですけど、はい、ちょっと最後の P がない間に切れるという、これそうなのかな、本当にそう。ちょっと待って、別のパソコンで聞いていい。いや、やっぱ P 発音してないですね、これ。なんか意図ありそうな感じなのかな、これは。わかんないけど。はい、ということで。すいません、ちょっといろいろ喋ったんですけど、かっこよかった。なんか私、ちょっとごめんね、曲の感じで言うと、私ビリーヒップ結構好きか。ライズアップとビリーブどっちが好きですかって言われたら、多分私ビリーブ派。それぐらいなんか、まずメロディーがもうめちゃくちゃ綺麗でしたね。で、あとなんか、なんていうのかな、ちょっとスキズ先輩っぽい感じもあったのは、まあまあ作曲してる人たち の何かご関係ありそうですけどね。はい、ということで、こう力強いニジュイちゃんもね、非常にこう楽しめるので、ぜひ皆さんね、聞いてみてください。なんと公式クラブは、ミッティングファンミーティング、はい、そちらの映像がね5日前にもう上がっておりまして、そちらではねライブパフォーマンス の映像がまた見れますので、よかったらねそちらも概要欄貼っときますので、チェック、してみてください。はい、ということで今日はねこんな感じで動画終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。